金はいらないっていうか、まあいらないってわけじゃない、自分の所有するものとしてはお金はいらないんだけど、とにかく欲しいものは志、心、原動力、本質。欲しいものは本質、心、原動力で、お金は自分のものとしてはいらないかな。もう動かせるっていうのは重要だけど、何か所有してるっていう意味ではそんなにこだわりはないですかね。でもね、もちろんね、動かせるっていう分では、例えば500億とか5兆とかね、動かせるようにはなりたいですけどね。それが自分のお金である必要はない。着いたな。